トロヤンは、ブルガリア北西部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体。ロベチ州に属する。ブルガリアの首都ソフィアからおよそ160キロメートルに、ある。最も近い民間空港は、ゴルナオリアホビザにあり、トロヤンから105キロメートル離れている。町の中心をベリオスム川が流れる。 ブルガリア社会党のディリアン・エンキンが1995年から2007年までヨーロッパ発展のためのブルガリア市民の民国アキモフが2007年から市長を務める。トロヤンは1868年に地方の工芸の拠点として開発され町となった。ブルガリア解放の後トロヤンの開発はゆっくり進展した。町の発展を加速させたのは 小規模な水力発電所と繊維工場が建てられてからであった。1948年、町は鉄道によって、ロベチ・レフスキス・ビシュトフと結ばれた。後に、電子モーターや電子部品、建設機械、ウール、家具を製造する工場が建てられた。銀の手がついたナマカミン、生紙女マリアのイコンこの地域は、歴史的、文化的には、トロヤニ修道院のお膝元であった。 8月15日は、修道院の守護聖人の日であり、各地から数千人の人々が集まってこの日を、祝福し、生神女、マリアのイコンを見る。この、マリアのイコンは独特なものであり、銀で作られた三つの手がついている。イコンの起源は定かではないが、このイコンにまつわる多くの話が残されている。それらの話の中には、奇跡に関するものもある。 トロヤンの町は地元で採れる粘土質の土の質の良さからトロヤニ焼きとして知られる陶器生産の伝統で知られている。その伝統と高い知名度によりブルガリアの陶器の里とも呼ばれる。ブルガリア民族復興時代陶器は地元の工芸からの主要な収入源であった。この地方の最もポピュラーで伝統的な柄は トロヤンスカカプカと呼ばれ、技能を持った職人の手で一枚一枚へ付けされる。食事用としてはもちろん、その鮮やかな柄ゆえに、飾り皿としても使用されることも多い。トロヤン焼きは今日、旅行者の人気の土産物として売られている。伝統的な陶器の例は、町の博物館で見ることができる。博物館は、市役所の向かいに位置している。また、 ヌンキ複合施設及び聖パラスケバ聖堂も見どころの一つである。これらは共に19世紀に建てられた。質の良いプラムのブランデーの生産は町の文化の一つとなっている。これに関連してプラム祭りが秋に催される。プラムのブランデーはブルガリア国内や国外でも認知され売られている。トロヤンの守護聖人ブルガリアのセペとかの日である10月14日が トロヤンの公式の祝日となっている。トロヤン修道院トロヤン修道院トロヤンの地域は、コジャステナ、ステネト、セベレンジェンデムといった自然保護区があり、中央バルカン国立公園の一部をなしている。保護区には独特の形をした奇岩や滝、野生の生物などが見られる。主な見どころへの観光客の立ち入りは認められている。トロヤンには、 アクタビス社のジェネリック医薬品の工場、エルマやマシストロイの景気界工場などがある。この他の主要な産業には、プラムのブランデーの製造工場ビンプロムトロヤンがある。国立中央の農業科学センターの産地農業機構が置かれている。南極大陸のサウスシェトランド諸島、リビングストン島にあるトロヤンボンはトロヤンにちなんで命名された。トロヤン基礎自治体には、 その中心であるトロヤンをはじめ、以下の町村が存在している。2008年10月8日閲覧。ありがとうございます。